誕生パーガー戦で、まあ、敗戦したことによって、まあ、チームとしても、まあ、個人としてもこのままじゃダメだっていう危機感を持ちましたし、やっぱり優勝するためにもっと変えていかないといけないというところで、まあ、練習から、まあ、その切り替えの部分とか球際の部分とかをどんどん変えていった結果、こうやって3試合勝てたこともできてます、勝つこともできたと思いますし、まあ、無失点っていう結果は、まあ、本当、まあ、自分だけじゃないし、その、まあ、フォワードの選手、まあ、も含めてボランチの選手も含めチーム全体がまあ、ハードワークして戦ったことによって得られたものだと思います。明日勝って、まあ、4連勝して、まあ、2位のチームにプレッシャーを与えればいいと思いますし、まあ、そこで、まあ、自分としては、まあ、相手は最近、まあ、得点をいっぱい取っているチームで、まあ、そこは3試合連続無失点というところにもこだわってやっていきたいと思いますし、まあ、前節ホームでやりましたけど、その時にサポーターの応援もすごい後押しになったので、また明日も応援の方をよろしくお願いします。